なんかイコラブのファンの方だけで、え、どうする、え、10人ぐらい来てくれてたら嬉しいねみたいな話をミーニャとしてたんですよ。それでなんかほんまに不安だったんよ。でなんか電波組インクさんとかキートークさんのなんかファンの方もなんかどうなんかなって思っとったんだけど、そしたらなんか出た瞬間なんか思ったよりなんかイコラムのなんかいつも来てくれるファンの皆さんの顔見えて、そう、それでなんか始まったらなんかペンライトとかをすごいなんかイコラブのファンじゃない方もすごいつけてくれてなんか盛り上がってくれて、ね、なんかもう、 そう最後らへんにはもうほとんどのなんか満席じゃないけどなんかそんぐらいで、なんかほんまにめっちゃ嬉しくって、そう皆さんのこと見えました。そうでもすぐ分かった、なんかイコラブのファンの方は、そうなんかめっちゃ優しかったよね。本当に感動しました。私、そう俺らの場所みんな分かったよ。ねえ生きていいの？え？そうなんか本当になんか電波組インクさんとかキートークさんの楽屋とかに挨拶しに行かせていただいたんですけど、なんか本当にね優しくってね、なんか CD を私たちのを渡したらなんかくださったりして、マジで本当にそうやばかった。本当にねお優しくってね、ひとみさん静かですね、いやダメなんで喋ったら、そうひとみがいます。そう本当にひとみさんはまだ年齢的に出れないんです。そうだから本当にね今日6曲やったんだけど、そうすごいね、すごかった、すごい本当に優しかって、あん感動した。でけんまあいつかはパシフィコ横浜で単独ライブができるぐらい頑張りたいなって思います。残り 15% な。そう、その後打ち上げ行ったんですよ。顔ねえほんとやめて、人がショールームしたら時にそういう顔してで、みかん食べるのやめてもらっていいですか。そうなんかもうさ、パシリコのことをさ言うのをさすごい考えちゃうの。そうなんか中華街でなんかレストランみたいなとこ入って、スタッフさんとメンバーと食べたんですけど、なんかメンバーの席が66であって、でまあなんか回る回転するやつやったんだけど、まあそれ見た瞬間こうなんか何イエーイみたいななって、そう食べ放題じゃなかったけど、そうそれでそう12人みんないて、そう瞳お泊まりします。それでなんか何だったっけ、なんかいろいろ出てきて、なんかほんまにねほんまになんか楽しすぎてなんか爆笑しすぎて本当にやばかった。なんか何したんだっけ、一番美味しかったもんなんだろうな、春巻きとかなんか牛肉のなんちゃらとか北京ダックとかいや北京ダック優勝よねやっぱ毎回優勝それがなんか優勝とか言ったらなんかそれ出てくる。え、エビチリもそう、あんさエビ食べれんのんだけどさ、そうエビチリさ美味しかったね、あれさ4年、あれ4年、エビじゃないよね、美味しかったもん。そう違う、もうめっちゃメンバーテンション高くってさ、そうやばかったよ。エビ食べれんのやん本当は。あ、ピータン出た、ピータンで、うわそのピータン来た、今日何回ピータンって言葉聞いたか。違う、もうほんまになんか今日盛り上がっとって、でなんか私たちはもうなんか66で、まあ、座ってて、でもまあみんな盛り上がっててめっちゃなんかで、なんかあんずっとジンジャーエール飲んどったりして、なんかマイカがなんだっけコーラかななんか飲んどったんじゃけど、なんかメンバーにマジ酔っ払っとるやろって言われてテンション高すぎて全然ジンジャーエールとかしか飲んでないし、むしろマイカ未成年なのに、そうそんぐらいのなんかもうテンションで、ね、すごいなんか楽しくって、そうなんかライブ終わりはもうみんなもうくたくたでめっちゃ疲れとったんじゃけど、そうマジでやばかった、めっちゃ楽しかった。あ、ウーロン茶も飲んでたよ。センブリ茶は飲んでない今もテンション高い本当。そう、それでなんかそれでね、そのあのいおりのツイッター
ツイートなの。そう、本当に違うの、本当にね、全然誰も悪気ないんだって、本当に。そう、でもあれ、まあ、あのイコラブの団結っていうことで、あの丸く収めてください。はい、そうなんです、そうなんです。そうだから今日、そうずっとあの打ち上げがあるって決まってたから、今日のためになんか何日間かちょっと頑張ったから今日いっぱい食べちゃったの。そう、ツイートしてる時もう大爆笑だよ、みんなで。で、これで指原さんから来たらやばいよねみたいな話してたら、指原さんから来てみんなでえーってなって、めっちゃなんかやばい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 ってなって、本当に指原さんから来た、パッて指原さんすごくないみたいな話になって、めっちゃテンション上がって、そっからもう一件返信不要というのが、なんかいつも返信不要は LINE であれが来るんですけど、返信不要が、そう、それが来ちゃいました。まあそう、公式もツイートしてた、そう、そうツッコミしました。まあパシフィコ横浜でねできるように頑張ります。はい、舞台の打ち上げなの。うん、まあなんだろう、舞台だよね基本。そうね、アイドルネサンスさんね、今日ラストね、思った、それメンバーで話したよね、中華食べながら、今日アイドルネサンスさんも最後だったんだよって話した。明日イブキ誕生日なの、じゃあ明日来てね、明日おめでとう言わせて。え、でもカメラ入ってたけど、どうなんだろう、どうなんだろう、多分使われないよね。大丈夫、誰が、大丈夫だよ別に。ガサガサ音ぐらい誰がガサガサゴソゴソ、日本狼だって。日本狼今日静かなんですよ。ウケる。何食べたの、違う、みかん、みかん、みかん食べる。瞳可愛いって見てないでしょ。だってどっから可愛い。ウケる。ジャロスケ、あ、ジャロスケいっぱい中華街いた。なんかアンが、あ、パンダとか言ったら、いやいや、そういちいち反応しとったら中華街めっちゃおるわって言われた。スタッフさんに。そう、声もダメなの。はいはい、違う、ガサガサもな、袋みたいなゴミを入れとるんよ。はい、感じです。あと何の話しようと思ったんだっけな。ひとみんの今日髪可愛かった。そう、今日みんなね、いろいろアレンジしてたんですよ。違う、ひとみ髪切っ、言っていいよね、ひとみ髪切ったんですよ。めっちゃ可愛くないでした、今日さ。朝か、前髪巻きすぎとって、めっちゃオンザできて、眉毛めっちゃ見えてるみたいになって、もう全員からまた、え、どうしたんどうしたんってめっちゃ言われて、人も、え、そんなに、そんなに、あれ前髪上がってるとか言って鏡見たら、ってなって、めっちゃ朝から面白かった。面白い、めっちゃ面白かった、めっちゃ面白かったの。そうそう、でもめっちゃね、そう、幼くなって可愛い、本当に。え、なんか今日帰りのなんかバスでも話しとって、なんか瞳と二人で座っとって今日で、なんかしみじみと、何の話かなったんか忘れたけど、なんかさ、イコラブって仲いいよねみたいな話して、しみじみと、え、ほんまそれなとか言って、なんかまんべんなく仲いいよねとかって二人でなんかいいよねとかって言いながら二人で帰ってた。そうそう、でしょ、そう、仲良すぎだわって、でしょ。そう、明日朝5時にアンアイスで配信しませんしませんけど、年じゃんって。そう、なんかしみじみと思って、そうそうそう、しじみじゃねえよ。そう、最近何でもさ、よく食べるフレンズなんだとかさ、なんかフレンズつけとけばちょっと可愛い系さ。そう、あ、そうそうなんよ、アットジャム出るんよ。そう、ありがとうございます。5月ですよね、多分。あ、巻き髪かわいいねって、ありがとうございます、ポポさん、ありがとうございます、嬉しい、
信ありますよ。そう、明日もちろん毎日アイドルやるもん。パチパチパチ。お誕生日同じなの、ゆらさん。マジで？うん、スイちゃん。ツッコミが鋭い。いえ。みんなにありがとうって言っといて。こちらこそ。こちらこそ。みんな今日来てくれてありがとう。アンアイスで5時から絶対やりません。ねえ。ねえって。そう、5月。そう、アットジャム。ね、しかも第1弾ですよね。出演者発表みたいな。ありがたい。本当に。楽しみ。私もさっき知りました。そう。びっくりした。寝てないよ。何？寝てないよ。え、ゆらさんって誕生日一緒じゃないもん。さすがイコラブ。誰にねって言った？ひとみ。ひとみの誕生日、ひとみの誕生日はもう終わりましたよ。ひとみさんもすごく自分の誕生日大好き人間なので本当にマイカさんとひとみさん1月コンビはね、本当にね、そう、ひとみグルコサミンたちね、誕生日大好きなんですよ自分の。本当に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 ね、1ヶ月ぐらい前からずっと言ってるんですよね。ひとみお誕生日おめでとうだっていつの話だよ。また来年もご飯行こうね。ね。そう、ずっと行きたいご飯屋さんって行ったんですよ。そう、アンの誕生日の時もね、ご飯行ったの。何？何？見せていいのそれ？いいの？見せたい。え、瞳が登場できない代わりに、あの動画をプレゼントしますね。いや、どうですか。待って、これさ、ちょっと待って、これあ、なになに、こっちか、こうやるね。最初から流していいの。これいきますよ、皆さん。シュール。かわいい。うまいじゃん。てかめっちゃうまいね。え、めっちゃうまいじゃん。え、すごい、バランス感覚があるからだね。ね、すごいね。かわいい。うまい。かっこいい。何、ツイッター載せんのそれ。あ、ここ限定。うわ、ここ限定って、ちょっと音流すのやめてもらっていいですか。ここ限定だって。やばいね。もうここ限定、それしか言わん。私の方がうまいだって。金メダルだって。やばくない？ってか日本すごいよね。ね、さっきそれも話してた。ね、本当にスポーツ系、本当にひとみさんはね、何やらせてもね、マジこなすからね、この子。オリンピック目指そう。いや、オリンピック目指されたらちょっとイコラブいなくなっちゃうんでやめてください。何回言うねんって。鼻詰まってんの、花丸さん。もったいないって。もうレア感だから、ここにいた人の。イエーイ、優勝、イエーイ。アンサースケートとか行くじゃん、絶対ね、やばい。フッフッフってなるタイプ。マジやばい。アンにカーリング。あ、思った、サンフレッチェね。え、ひとみ、はい、これはあの STU さんのビンゴだっけ、あれ、うん、STU さんのビンゴのやつのみちゅが踊ってたやつですよ。知らないんですか、この体操。そう、サンフレッチェ勝った、イエーイ、開幕から、イエーイ、そうそう、イエーイ。はい、違う、変なおじさんじゃないね。みちゅめっちゃ可愛かったね。三地体操、そうですよ、三地体操ですよ。そう、瀬戸ビンゴ。かぶり物ね、かぶり物ね、広島にあるかも。どうだっけ、どうだっけ。でも歌えないんだよね、バンされちゃうから。
そう、今日は髪を巻いています。そうだね、アイドルネッサンスさん踊ってる動画も最近アップされたね。テンション高いって。そうだね、そうだね、よく言われる。サンチュとか言ったらサンチュって、サンチュって言われる。台湾楽しみってね、ヨシリコさん。ポニーテ、そう今日ポニーテした。リサはあれサイドポニーだった。そう今日メンバーいろいろやったんですよ。好きじゃっけん嘘でしょ肉を巻くやつってね、韓国料理。でもさ、イコラブメンバーでさ、なんか全員でご飯、でもあれ全員じゃなかったかけど、ポニーテールの写真ね、あるじゃあるけどって感じかな。はなちゃんのツイッターの写真可愛かった。はなの自撮り、はなのたどり、なんだろう、なんだろう、見てねえ、見てねえぞ。はな、もうみんながパシフィコのばっかり TA タイムライン。おかわいい、かわいい。てかすごいよね、凝っとるよね、花のやつね。え、かわいい。そう、最近のんのんさ、このポーズしたがるんだよね。そう、キムチ、キムチ今日食べてないよってな感じ、ってな感じで。今何分経った？彼女とディズニーなう、ん、ちょっとなんとなくちょっとやってみたよね。まあ気が乗ったら、まあ使ってあげてください。まあそんな使えないけど、そんなね、需要ないっすけどまあしょうがねえ、使ってやろうって思ったら使ってあげてください。そしたらアンナが喜ぶよはい、そう、気が乗ったらでいいよ人手不足だって。アンナプロレスできる？うんって言ったら怖くない？水あるよ、冷蔵庫に入ってる変な、あのさ、声を発するのはいいけど、変な声発するのやめてもらっていいですかね受ける。すぐ使った、ありがとうございます。今日そう、白い人だった。しょうがねえ、使ってやろうって。山本ってなんか強そう嘘でしょ嘘でしょさっきまであんなに頑張って静かにしとったのに、嘘でしょもう瞳がいます、もう勘違いされるからもうコメント欄がもうやめて。ほんまになんなん、ほんまほんまなんなん、さすがオカミだわはい、わろたわろたわろたピーポまあフレンズ、こういうフレンズです。しょうがない。何してんの？ショールームを見てる。はい、てな感じです。そんなもう喋ることなくなっちゃった、はあ、明日はあることです。秘密です。ひとみん何も食べてません。てん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 。明日も夜配信、うん、夜配信かな、10時とか、多分夜の10時半とか。今日は何を語るのか、寝るよね多分わかんないけどもう何コメント見て笑ったの？
違うの。めっちゃ笑ってる。もうめっちゃ笑ってる。バーンされたら君のせいだからな。昨日ねえ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 、こらえなさすぎでしょ。何何何もう見せられないもの持ってこないね。みんなが期待しちゃうじゃんか。なんかマイカのなんか自撮りみたいなちょっと面白い写真が送られてきて、なんかそれを見て笑ってます。はい、終了。もうなんかもう今日笑いすぎてさ、腹筋鍛えられた気がする。本当になんか今日そう、なんかアンとマイカめっちゃテンション高くて、あとサナも結構高くて、そうめっちゃやばかったの。そう、ツイッター載せれません、載せれません。でもなんかそういう面白い画像とか動画とか撮って、いやこれはまあツイッターには載せれんねみたいな写真は大体、あこれイコラブ会行きねとかっていうのをしてるんですよ。だからそういうのとか、なんかまあイコラブ会でも流せるか分からんけど、なんかそういうイコラブ会ネタだなって思うものは、うん、いっぱいあるかな。イコラブ会のさ、めっちゃ面白いよね画像。いやこれはイコラブ会議か分からんけど、そうなんかいろいろ面白い動画とか画像とか、そうもちろんミーニャのインスタグラム毎日見てますよ。もちろんですよ、もちのろんですよ。もう大好きですよ、私ミーニャのインスタ大好きなんですよ。なんか見てて癒されるんですよ。そうなんかコミハルさんとかさ、めっちゃ可愛いじゃんかインスタとか。そうそういう存在。花丸スタンプ流さないでもらっていいですか、ひとみさん。花丸って言った。いいよ、メンバーのスタンプを使うことはグッジョブです。そうなんかさ癒されん、なんかあのすごいなんかそうミーヤのインスタ、そう癒されるの、癒されるのあんの、そう癒される。アンスタグラムはね多分ねないですね。アンスタグラムしたらもうご飯とかしか載せない。だもんでーってまたスタンプ送ってる。そろそろ終わります。尊い、あ中井梨花さんとか、そうそうそう、そっちタイプ、そうそうねえ。シティーさん切ってあるのね、ミニに分かる、あんま憧れ。憧れっていうかね、本当にでも本当にすごいよね。そうアンスタバカにせんとってや。中井梨花さんのもね可愛い。そうひとみちゃんいるの、あえてのフェイスブックって受ける。思ってる、なかなかさん本当に。ミーヤの今日の写真もういつも可愛いよ。今日羊さんみたいな、めーみたいなやつだった。え待って、明日大特訓じゃないよね、明後日だよね、明後日ですよ多分。本日はサタデーになります。トゥモローサンデーでございます。明後日が大特訓でございます。めーやったよ。えねピンクエンジェルほんまに可愛いじゃんか、めっちゃわかる。もうさあの二人が可愛すぎてさ、ちょっと見てや、私のあ私のあの、まあ、別にここ見せてもいいんだけど、まあ私のあのホームが、私のホームがこれやばくない、やばくない。え私自慢じゃないけど、あの月曜日から日曜日までは多分あの英語で書けます。そうそう、ナータンとキアラのめっちゃ可愛すぎて、そうこの写真私が撮ったんですよ。どうや、はい、そうなんです、ホームにしたんです、可愛すぎて。ほんまに可愛くない、やばいから、ほんまにほんまに。どんだけ DD やねんって。いや DD が一番楽しい検査やっぱ。はい、いおりに英語教えてあげて。いや
あんもね、正直ね、ダメなんよ。あん自分で勉強できるとか言っとらんけんさ。はい、そんな感じです。今日もね、キアラね、お勉強してたよ。そう、よし、終了するわ。レボリューションやめて、やらせんとって。終了します。あと8分だって。どうしたらいい、ひとみさん。ん、やる。じゃああと8分、何しゃべる。なんかお題ちょうだい。ひとみの唇についてこうやっとる、こうやっとるけニホンオオカミの真似できるよ。どこがいいかな。というわけで、この前はごめん、いいよ、ここの切り替えすごい大事なんですよ。あのシーンが変わらないのに、あのシーンは変わるみたい。何言ってんだ自分あの何、こう場所は変わんないのにシーンは変わるみたいな。というわけで、この前はごめんなさい、ごめんなさいっていうシーンとか。そうそうそう、すごい、あそこ好きよ、あのとっていうところ。バカにしてないし、してないしとかね。これ来ないやつで声出さないでもらっていいですかみんなとまだ、みんなとまだおしまいってなのとかあとこの、あここ好きやね。あのね、あのさ、ひとみがさバトンするとかあるじゃん。あそこでなんかアンライがなんか歌って、なんかみんなでひとみの方に手をパッてみんなでやって、なんかそっからフォーって手上げてからのくる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 みたいな、めっちゃかっこいい。なんかね、ひとみね、なんだっけ、あ、手袋したままやったよね結局。なんかなんかやっぱバトンってさ、なんか手袋したままだとすごいやりにくいのね。そりゃそうじゃんか。でなんかそのやるってなって、なんか手袋衣装付きでやった時にやばい、やりにくい、できないとか言ってたのに、もうなんかリハから着火して余裕でこなすからさ、なんだよみたいな、やるじゃんと思ってさ。そうそう、やるねお主やるねそう、めっちゃあそこね良かった。もうなんかそうそう、でなんかその後にアンとひとみがなんかセンター場にね歌うとかあるやん。あそこもね好きでね。でね、なんかねこうやって移動するとかあるやん。そこで目合うんよ、そこでみたいな感じなんようちら二人が。そことか好きなんよ。あとね、全然舞台と関係ない話なんだけど、なんか最近あのナータンのなんか大好きなのにっていうところあるじゃんか。なんかそこでなんかタッ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 っていう振りがあって、なんか瞳はこっち見て、アンはこっち見るけど、ちょうど目があって、でいつもめっちゃニヤニヤしてはっっていう顔するの。大好きはっだったってやるよねそことかもめっちゃ好きで。そうなんかやっぱメンバーと目合うのってすごい楽しくって、そう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 、え本当にね舞台ロスすぎて、なんかあの正直さ、最初本当にずっと舞台本当に怖い怖い言っててね、ね言ってたよね、ずっと舞台怖い怖いって言ってたよね。何そんなむせてんのだけどさ、なんかこんなになんか楽しいって思えるんだなって思って、ハッピー。今日は点上げだね。うん、そう点上げです。イコラブロス、それな、ほんまに。なんかあもう早く善悪とかしたいの。そう、善悪と怖悪、まあ、あると思うから待っててください。善悪ほんまにやりたい。特にむせ高松今夜ガチ誕生日、ナッツみかんさんおめでとうございます。ひとみ拍手しておめでとうございます、ハッピーバースデー。そうだ、みんなだからアニテレで見てください、見てくださいね、舞台とか楽しかったんですね本当に。なんとか無事12人で完走できてよかったですよ本当に。拍手がでかい一生懸命でかくしたんだよ。初見でんでんさんありがとうございます。ゆうなさんも初見、あマジ初見見つけるの特技にしようかな。よく言われる、初見絶対見つけるよねって。ねえ、大阪は行きますって、ありがとうございます。天揚げうどんに投票ありがとうございます。天揚げになるよ。
しょ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 。君に似合うと思ったんだ、グレンチェックのマフラー、繋いだ手のひらから好きが溢れる。なんか夜なんかさ、あんま声さ地声で出しちゃいけんけど出しにくい、うるさいかなと思ってさ。13位から読みます。13位ベニーさん、12位ニゴさん、11位ポークたまごさん、10位花丸さん、9位ルルルタンナさん、8位中ちょさん、7位しげっちさん、6位ケンヨンパチさん、5位カンチゴロウさん、4位サシナユイさん、3位ヨッシーさん、2位ノブさん、1位キンちゃんです。ありがとうございます。ありがとうございます。終わり方が唐突、それがあんな流やん、慣れたやろもうみんな、急に終わるけん手振ってる、ありがとうだって瞳が。明日で毎日あと190日だって。200になったらあれだね、キリがいいね。でもとりあえず1年間目標にしたいんだよね。だから台湾でできるように頑張んなきゃいけない。1人目ランダムしゅうちゃん、2人目ゆうへいさん、3人目やまくまさんです。ね、200記念ね。そう、360。あ、じゃあ瞳もやってくれるって、ランダム。いいよ、しゅうちゃん、しゅうちゃん、あと2人いこう。イコールみやさん、みやちゃん、3人目ゆうへいさん、さっきと一緒じゃない、ゆうへい、同じ人。じゃあもう1人けいさん、けいさんだって、瞳ランダムでした。じゃあロスケ、今日中華街にいっぱいいたよ。失笑。はいはい、直筆に花丸って書いたの、あんちゃん。うん、あんが書いた。そう、あん今回のね、あの直筆ね、全部ねサインのやつはねコメント入れたけん。そう、なんかね、数学算数できないとかね、なんかよくわからん、すごいよくわからんこと書いた。じゃんけんします、せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけん、ほい、パーです。そう、じゃあありがとうございました。また明日は夜見てください。おやすみなさい、バイバーイ。これ1分間手振るんだよね、バイバーイ。うん、だってね、バーのタイミングわかんないの。あそこにさ、なんか秒数取ってる時あるけど、わかんない。